豊坂の湯原ゆったり広場は今月1日から供用を開始していましたが、湯原温泉の新しい観光地ということもあり、語呂合わせの26日風呂の日にセレモニーが行われました。式典ではまず湯原振興局の宮本隆局長が、観光に訪れた人などが湯原温泉の上流にある砂湯、そして下流にあるこの広場までを歩いて楽しめる街づくりを今後も目指しますと挨拶しました。また湯原ゆったり広場の協力団体である一般社団法人日本 RV 協会の理事を務める吉村明久さんが、市外の方や地元の方が交流し賑やかな広場になるよう今後も期待していますと挨拶しました。引き続き RV パーク認定証の授与式が行われ、吉村理事が宮本振興局長に認定証を手渡しました。 RV とはレクリエーショナルビークルの略で、日本 RV 協会はキャンピングカーの普及促進に向けて設立されました。日本 RV 協会に認定された RV パークは26日現在、沖縄県を除く全国に70カ所ありますが、湯原ゆったり広場の RV パークは県内では高梁市の RV パーク西山高原に続いて2カ所目です。式典では宮本振興局長や吉村理事など関係者8人でテープカットを行いました。どうぞ。湯原ゆったり広場は湯原地区都市再生整備計画事業により平成26年から整備を進め、平成28年3月に完成しました。およそ3400平方メートルの敷地には湯原温泉の源泉かけ流しの足湯や芝生土広場、公衆トイレ、 RV パークなどが整備されています。湯原振興局によりますと、RV パークを利用した人は26日までに8件、16人で、今後も8件の予約が入っているということで、この湯原ゆったり広場が観光客の増加につながるのではと期待を寄せています。